イクエミ男子、その魅力はザ・王子様のヒーローよりも飾り気のない等身大な姿にありますよね。そんな素晴らしいイクエミ亮先生の作品を2つご紹介します。ちなみに記憶や枠は殿堂入りなので入ってません。1つ目、お休みからすまた来てね。彼女にも振られニートで何の取り柄もない主人公が急にバーのマスターになるお話。無職&失恋でふらりと立ち寄ったバーでロマンスグレーなマスターと出会う。マスターにここで働かせてほしいとお願いして、また翌日訪れると不思議な出来事が。ドキドキと切なさもあるストーリーが魅力です。2つ目、母親の再婚で新父さん新弟&妹ができた17歳のアツシ。再婚相手の家で5人で暮らすことになったと思ったら、もう一人知らない女性が。その女性は新父であるヒデオの元妻ヒヨコ。心臓病で死んだはずの元妻ヒヨコが見えるのも話せるのもアツシだけ。短編だけど印象に残るホームドラマです。ケチャップマヨネーズ。